義経は数々の雑誌でモデルを務め、近年では映画の主演としても活躍しています。2022年11月からはティファニーの日本におけるブランドアンバサダーを務めており、本日はティファニーとのコラボレーションユニフォームを着用しご登場いただきました。それでは三好さん、お願いいたします。それでは読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズ。